金レッドビーチ訓練場は、沖縄県金町にある在日アメリカ海兵隊の訓練場。金町の総面積の約56%が米軍施設となっている。場所、金村座金面積約16,200平方メートル14,000平方メートル地主数、49人年間沈借料、1200万円管理部隊名。 海兵隊キャンプバトラー基地司令部使用部隊名、海兵隊他使用し目的、訓練場近レッドビーチ訓練場は、緊張市街地から西に、国道329号を約300メートル海岸に南下した海岸に位置する。2隻の揚陸艦を停泊させる護岸があり、山手にある巨大なキャンプ運船と一体で使用されており、物資や兵士の移動に使われている。また、 少人数の夜、夜間上陸訓練や航空機火災訓練なども行われている。また海兵隊がオーストラリアの民間会社と契約した高速船が多く停泊。1962年7月、金レッドビーチ訓練場として使用開始。1988年3月31日、国道329号改良時に水域2300平方メートル変換。 1999年3月31日、給油所用地約480平方メートル変換。緊張は、山手に巨大なキャンプ運船と自衛隊施設、また隣接する名護市のキャンプシュワブがあり、また海岸沿いには、金レッドビーチ訓練場と金ブルービーチ訓練場があり、町の総面積の約56%が米軍施設となっている。 地元の金魚業組合の施設と隣接しているため、感染の出入りの際は、付近の漁業従事者の事業に制限があり、地元の障害となっている。ベトナム戦争までは、基地の町として賑やかであった、深海地だが、今は逆に交通や、地の利における課題、また連続する、米兵犯罪や事故にも頭を悩ませられている。2019年の年末年始には泥酔した、米兵による、 住宅侵入事件も相次いだ。2019年12月15日車7台を傷つけ、勝手口ドアのガラスを叩き割る、開閉単位2019年12月16日繁華街で、車両や窓多数壊され自宅ドア叩く音に、女性恐怖2020年1月19日飲酒で、国道の中央分離帯に衝突事故自転車窃盗で、 現行犯逮捕2020年2月8日に海立て民家の屋根に海兵隊近年は米軍から近隣のダイビングが許可されており海牛の屈指のダイビングスポットになっている。ありがとうございます。